先日河川敷の野球場で子供は野球をやっちゃダメだと管理人さんから言われた件について皆様にご報告があります。私と小学生3名を連れて計4名で荒川の西新井橋野球場にて無効図として手続きを終え、そして支払いを済ましてグラウンドへ向かいました。そこで、キャッチボール、ノックをやっている最中に、管理人の方が、やってきました。これはいつも通り あの光景なんですが、そこからその管理人の方が、向こうさん、小学生はここでなんで野球やってるんですか、ここはダメですということを言われ、そこから20分ほど、管理人の方と、お話をしました。利用規約を、渡されまして、で西新井橋野球場というところは、大人のみ、可能ですと、子供は完全に NG というふうに、言われました。こちらの規約を読んでいく中で、子供は禁止といった言葉が、なく、これまでにも、無構図として大人と子供を融合して活動してたもんですから、いやそれはいかがなものかということを、僕は、指摘しました。そちらの様子を、動画にしてアップしたんですが、私が本来伝えるべきだったその年齢の、壁によって、今回その子供たちが、グラウンドが空いてるにもかかわらず野球すらできないっていうのはいかがなものかということを訴えたかったんですが、管理人さんに、非常にこう批判のコメントが、集中してしまったことをまずは、お詫び申し上げたいと思います。すみませんでした。私が立ち上げましたムコーズというチームは、大人から子供まで年齢実力関係なく野球を楽しむということをモットーに立ち上げたチームで、1年ほど前から荒川区のこの西新井橋野球場の河川敷を拠点として活動しておりました。そんな中で無構図として紅白戦ですとか、自主練習をやってきた中で、今回この4名でキャッチボールなどをやっている最中に、なぜ今回だけ少年たちは野球をやっちゃダメだと言われたのか、謎が生まれました。一昨年、私が荒川の方に、引っ越してきたのも西新井橋野球場が一番グラウンドが取りやすいという環境があったから引っ越してきたという理由もあり、これまでも活動できたことから非常に、感情的になってしまいました。そこで昨日、区役所の方に、行きまして、スポーツ振興課の課長さんと係長さんが、私の話に応じてくださいました。そして再度、課長さんからルールの説明をされたのですが、荒川区は南千住野球場、自然公園野球場、そして少年野球場が7面あり、非常に他の区よりも野球をやる環境に力を入れているというお話をいただきました。西新井橋野球場だけ大人は5面、子供は7面、こちらを完全に分けて、利用可能というルールを設けたそうです。今回そちらのルールを、深く理解せず大人と子供を掛け合わせて活動していたことについて、また今回騒がしてしまったことについて深く謝罪したいと思います。大変申し訳ありませんでした。また課長さん、係長さんからは、今回の管理人の言動そして態度については再度マニュアルを見直し、お互い管理者と野球人が気持ちよく野球をできる環境づくりを今すぐ動いていきたいという言葉もいただきました。無構図という全国まれに見るこのチーム運営体制、大人と子供を掛け合わせた運営体制についても深く理解していただき、何でも相談してくださいと、力になりたいと思いますという温かい言葉もいただきました。これからは大人同士の紅白戦、そして小中学生をメインとした紅白戦、そこに私たち無構図の大人のメンバーが審判で入ったりとか、そういう運営スタイルで今後は荒川の河川敷を利用したいと思っております。区としてももっともっとスポーツができる環境を増やしていきたいと、そういった取り組みをしていきたいともおっしゃっておりました。今後はルールを再度深く理解し、荒川区そして管理人さんなど結託して盛り上げていきたいと思っております。今回お騒がせしてしまった関係者の皆様、大変申し訳ありませんでした。様々な方々と協力して野球界を盛り上げていきたいと思ってますんで、今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。それでは本日の動画は以上となります。失礼します。